はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もファークライプライマル続けていきます。前回は拠点だとかかがり火確保かなりやって、グレートスカーベア上がり、グレートスカーベアを手なずけて真のビーストマスターになれってのはこいつだね。今度はね、森のクマさんをね借りに行きますよ。あ、水の中入ってまた洞窟の中で人が獣に引きずられていくとかむごい場面じゃないといいけど、グラップル、グラップル、暗いよ。またこの先にウィンジャの仲間がいる？ん？洞窟壁が。熊の絵。チャワハルスマシハサンジャワ。お。近いよ。グレートスカーベア上がり。こんなとこにキャンプファイヤーが。さあ、今ここにいるんだ。ハーズ渓谷。敵だ。おっ、ナイフくらう。んなんだこいつは。ケーブライオン。手がかり、手がかりを探そう。足跡がある。手がかり？シャーサタピ。肺がまだ熱い。ワンダールワルライクワ。ウルギーライブンワーシュ。ん？待って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 。はい。ナイフ。なんかイジラが多いぞ、この辺。お。待て、その槍返して。その槍返して。今。木材あんまりなくて貴重だから返して、返してもらった。またトラップとかどっかに仕掛けんのかな。ん？サビルタイガか。ハルササルグワラサルスクラバシュ。罠か別に。ヤダルバンドラウバサムワンタルハルスバルシャシュ。あとがある。これも罠か。戦った。待って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 。はーい、はーい。おお、さすがタイガー。さて2箇所あるから早々にいたりもするだろうし。待て待て、別のイベントが発生してる。こんな近くに。今それどころじゃないんだ。クマは怪我をした。あ、いや、それどころでもあるな。これみんな敵か。はーい、はーい、はーい。よいしょ。え、まだいる。どんだけ。ん？ん？何に見つかったんだ？どこ？あ、そこにいた。はい。やり返して。
あ、まだいる。おお、おい、おい、鷹が襲ってきた。ここにはいないな。向こう側行ってみよう。さあ、こいつではないもんな。こいつではないもんな。一緒にいれば襲ってこないもんな。違うよね。うん、逃げてった。あっちか。谷を登っている足跡は、この上滝だ。サベルタイは滝嫌いなんだよな。滝というか水が嫌いなんだ。渡れる？渡れるが嫌なんだよね。ちょっと嫌だけど渡れた。お、トラップマイ、トラップアイコンがあるぞ。で、真っ白な人がいるからとりあえず倒しとこう。役に立たないかもしれないけど、作れるだけ作っとこう。キャンプファイヤー、こっちにも作って、この、え、こっちか。ん？違う。上だ、この上だ。この上、グラップル。今行くぞ。わあ、人が降ってきてる。で、こっち。赤いってことはこれイジラか。みんな、ちょっと待って、様子見よう。おお、よし、やるぞ。うわー、怖い。黒い。あ、全然変ない。今までの中で一番変ない。おお、変ない。やり、うわ、変態。こいつは強いぞ。だけどここから動こうとしない。ほら、詰まってんのか。これもしかしてパターン入ってる。パターンにはめる。あ、移動してる。かけろ。こっちのトラップ、トラップこっちに仕掛けた方が良かったのか。あー、巣に入ってった。巣に入ってった。暗い暗い暗い。え、今頃ウィンジャーイベント完了。おお、うん、おお、ほら、棍棒で、ほら、ほら、棍棒に火をつけて、ほら、うわー、全然変ね。全然やらない。なんかドーピングできたっけな。ドーピング、これやってみよう。ダッシュ回復して、ほら、おい、痛い。ほら、頑張って叩くぞ。ほら、もうこれしかない。コンボ、片手コンボで、ほいほいほい。ああ、全然効かねえ。よいしょ。あ、体力が。あっち逃げてる。待て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 、逃しはせんぞ。うわ、どうなってんだこんなが。おお、グレートスカーベアデン、ほら、もう少し、もう少し、
本当に硬い。全然減らない。あと一歩倒した。で、手なずける、手なずけたい、手なずいた、痛い。おお、落ち着け落ち着け。傷だらけだ。そこら中に矢が刺さってるが、仲間になった。これでグレートスカーベア、完了。能力値、まあ圧倒的パワー。戦闘時に敵の攻撃を引きつける。これ乗れないのか。ベア、ベア乗れないんだ。でかいけど乗れないんだ。いやー、ずいぶんすごいところにいるな。また木が一気になくなった。ちょっと材料を集めないとな。いやいやいや、コウモリだらけ。さて、スキル2ポイント、4本クラフト取得。それじゃあこっちの方角のかがり火と拠点を確保しちゃおう。よし、まずここから出よう。さて、ひとまず外に出てきたが、相変わらずイージラがいる。このまんまじゃあベアーで攻めてみるか。こっちかがり火だもんね。拠点はせめてサーベルタイガーで攻めようかな。キャンプファイヤー発見して、さあ近い、近いよ。敵を引きつけるという能力がこのグレートスカーベアーにはあるらしいけど、それは自分から向かってどんどん敵を倒していくってことなのかな。索敵、さあ笛要員もいるね。グレートスカーベアのパワーがどれほどなものなのか戦わす。あ、間違った、間違った。自分から叩きに行っちゃった。こいつ、オッケー。あの固めの敵にどんくらい検討する。あー、でもやっぱり人間の方が強いのか。うん、押してるが、どっちが勝つ。勝った、結構ギリギリ勝って。こっち勝てるかな。勝った。固めの敵にはやっぱり人間で戦わないとダメだ。あつ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 、ちょっと待って、めっちゃ燃えてる、めっちゃ燃えてる。あつあつ、よいしょ。ベア、ベアが焼けてる。ベア、ベアこっちに来てくれ。焼け死ぬそこじゃ。あ、勝手にかがり火についた火が。もう広がって勝手についた。そんなことってあるんだ。勝手についちゃった。あちゃ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 、燃え広がりすぎ。ベアがやたり離れ、やたら離れた。さあ肉をあげることにして、そんじゃこっち行ってみよう。フォールンタシュラ拠点、フォールン。はい、肉、肉を、肉を、はい、肉を。じゃあ行ってみよう。
いて、え、なに、なになになに、なにすんだいきなり。びっくりした。あー、ごめんごめんごめん、もういいよもういいよもういいよ、もういてー、なんじゃ今度は。マンモス。ちょっとなんだよ、え、ここまで来る。やめて、ベアが、最強のベアがぶっ倒れた。もう先へを目指す。え、ちょっと、もう拠点目の前なんだけど、もういいだろう、いい加減諦めてくれよ、やめて。下に逃げる、下に逃げるが、まだ追ってきそうだぞ。大丈夫？気性が荒いな、マンモス。 あそこにいるもん。さて、サービルタイガー、サービルタイガー呼ぼう。とりあえずその辺に行ってもらおう。まずは索敵だ。あ、お、ワニ、今日は災難かな。ちょっとワニがいた。クロコダイル、ねえ、初めてだ今のは。さあ、ここだね。さっき正面の入り口に敵が入っていくのが見えたんだけど、したっけ、マンモスにどつかれるっていう。見張り塔らしきところがあるけど、誰も立ってない。こっち、なんかあんまり分散してない感じか。ちょっと距離がありすぎるから、じゃあもうちょっと中入っていこう。いけるね、うん、木材がある。ちょっと木材の、今度は動物の皮足りなくなっちゃった。最近戦ってばっかりだったから、この辺のアイテムを収集しないと。さて、ちょっとまだ遠いな、もうちょっと近づこう。どこまで近づくことができる？ああ、ここでいいか。ポールンタシュラ拠点、なんだ、なんかあの白いの、白いの危ないな。大丈夫かな。とりあえず固めの敵をまずは錯乱させたいが、なんだあの人、大丈夫か。え、こっちやってくる、大丈夫、しゃあない、やっとくか。ちょっとクールダウン待とう。ん、こっち危ないよ、こっち来ない方がいいよ。スルーしていく感じか。あ、痛い。さあ、袋戻った。さあ、今度こそこれなら接近できるな。動物も捕らえていない感じか。あっちにもいる。まずはまあ、錯乱物を、はい、そ
そしてこの人には8爆弾。よし、でこいつは直接倒す。さあちょっとずつ近づいてみるか。お、そいつやる。よし、ちょっとこっち戻って。錯乱してるやつが暴れてる。フクロウのクールダウンを待ってサーベルタイガーに行ってもらおう。待てよ、こっちにしよう。まだこっち一回もフクロウで操作してない。よし、いや操作はしたな、忘れた。操作はしたけど行かせてみよう。あ、間違ったボタン操作を間違う。まずいまずいまずい。はーい、はーい、あ、終わった。あれ2人だけだったの、あとラッキー。主人戦わずして勝つ。フォールンタシュラ拠点、これで拠点全部確保だ。エクスパンションビーストキル。さあ経験値も結構入って、またスキルもゲットした。村人が227人、スキル2ポイント。クラフトスキル、ウダムスキルもあるけど、まあ、片っ端から開けていくか。もうよし、じゃあ今回はここまでにして、とね、もういい加減さっさとウル倒しに行ったり、バタリも倒しに行けよって思われてくるかもしんないけど、まあまんべんなくやっていきたいんで、最後、まあこれが最後だ、スノーブラッドウルフ。だけどこっちの拠点はもうほとんど確保しちゃってるから、ほとんどってか全部だ。これやって、そしてついに、まずはウルだ。ウルを倒しに行こう。おお。今回はここまでで。はい、ご視聴ありがとうございました。